戻ったぞ。ネルギガンテはよろずの将にいました。撃ったのか。撃ちはしませんでした。ですが最悪に打ち払われて。最悪とは。地の底からモンスターが現れたのです。ネルギガンテが追っていたのはそのモンスターだったんです。そうか、アルトゥーラを見たか。アルトゥーラ、それは。お前が最悪と言うたものの名だ。あなたは知っていたのですか、大穴の底にモンスターがいることを。古く伝わる伝承で知るのみ。それが実在するかどうかなど。この歌どこかで聞いたような。デウスの伝説にまつわる歌よ。マハナ村だけでなくここでも歌い継がれていたのね。祠に歌が記された石碑がある。さあ、ついて。何か書いてあるぞ。レースの伝説にまつわる歌の詩だわ。これは見たことのない詩が刻まれている。これは伝説の続き。これってレースの伝説の歌なんだよな。でもどういう意味なのかよくわからないぞ。伝説とはそういうもの。語り継がれるうちに意味が失われ、真実は薄れてゆく。照らせ。これがヌアテ村に伝わるレウスの伝説。ルトゥーの壁画と似ている。でも下半分は初めて見るわ。天を舞う光よ、天空の使者よ、紅蓮の炎で滅びの定めを焼き尽くせ。茜の空が青く染まる前に。これが破滅の翼を持つレウスなのか。まるでレウスの力で世界が焼き尽くされているように見えるな。これだとレウスはやはり破滅の翼を持って最悪をもたらすことになる。しかしすげえ迫力だぜ。どうかしたの？何が見える？見えるってどういうことだ？逆さになってる。逆さに見ると穴の底にいるアルトゥーラが破滅をもたらしているように見えるわ。そういうことか。そしてレウスの紅蓮の炎で焼かれているように見える。レウスがアルトゥーラを倒したってことか。もしかして伝説は逆さまになって伝わったのか。ここにはただ壁画が残っているだけだ。この絵からどんな答えを導き出すかは見る者の心次第。どちらを上にしてみるかによって答えは変わってくるからな。茜の空が青く染まる前、何を意味しているの。でも分かりません。なぜアルトゥーラは伝説に残らなかったのですか。それも定かではない。大昔レースとの戦いの後、大穴の底に潜むアルトゥーラは姿を消した。人々はその脅威を忘れ、後世には伝説のレースの物語だけが伝わったのかもしれない。最悪を呼ぶ破滅の翼を持つレースがいたと。
レウスにはアルトゥーラと戦う強い力が宿っている。だがその力はレウス自身の命を削るほど凄まじいもののようだ。わかるのですか？レウスの命の火が弱りゆくのを感じる。強大な力を持つがゆえに肉体にかかる負荷も相当なものなのかもしれない。そんな、もしかしてだからレウスの力は不安定になったのか？レウスを案じる気持ちはわかる。だがレウスのその力はアルトゥーラを止めるのに欠くことができぬ。お前はモンスターの声を聞くことができるもの。しかとレウスの声を聞き、いたわってやることだ。俺はルルーシオンに戻る。伝説のことを所持隊に報告しなければ。わかった。リリアに全部伝えてくれ、シュマル。私たちは大穴の調査を続けましょう。レウスのことは心配だけれど、アルトゥーラを追わなければ。そうだな、戻って作戦を立てよう。ほら、来ましたよ。カイルに月乃じゃないか。カイル、ささ。どうしてここに？何かあったの？あなたたちと別れた後、大穴の調査に向かったのね、カイル。どうなってるんだこの村は。話のわからない奴らばっかりで、ずいぶん。あなたたちのことを話したらすぐに案内してくれたけどね。そういうところなんだよここは。でもこれから変わるはずだぞ。ええ、きっとルトゥのようにね。まあいい。ハンターたちが言っていたんだ。各地で姿を消したリオレウスが大穴。それは目撃したハンターが何人もいる。守りレウスも光の方へ飛んでいった。レウスとアルトゥーラには関係があるのかも。アルトゥーラ、なんだそれは。大穴の底にいるモンスターのことよ。大穴の底に本当にいたのか。ああ、伝説のレウスが破滅をもたらすんじゃない、アルトゥーラが破滅をもたらすんだ。早いとこ大穴から引っ張り出して捕まえないと。でもどこに現れるかわからない。動きがわかればいいのだけれど。実は他にも気になることがあって、大穴からの光の色が変わってきている気がするの。どういうことなんだ。わからない。だから大穴を調べ直そう。モンスターの動きがつかめるかもしれないぞ。そうね、急ごう。